おはようございます。ラブ川崎のお時間です。本日はこちらの方にお越しいただいております。はい、どうぞ。おはようございま す。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ福田師匠、はい、花粉症大丈夫ですか？もう飛んでます。来てますね。来てますか？感じてます。感じてますか？花粉症ですか？はい、あの認めたくなかったけど数年前に認めました。でも認めると楽ですよね。もう本当に薬ようやく飲め始めまして数年前から。隣の方が認めないんですよ。あ、認めないタイプ。花粉症じゃないんで。いやいやいや、目ぐしゃぐしゃになったりするでしょ。花粉症じゃないので、はいはい、認めると楽なんですけどね。認めない問題じゃないです。はい、薬効きますよ最近のは。いいですよ。大丈夫です、行きましょう。わかりました。さあ今週もスタートです。ラブ川崎始まります。なんか違う。さあ今週は福田市長を迎えて15分たっぷり川崎の魅力をお伝えします。はい、15分後はファンレター書いてくることでしょう。お待ちしていますということで、はい、本日のプレゼンターはこちらの方です。はい、石原つみがお届けします。よろしくお願いします。さあ2019年、はい、もう早くも3月ですよ。うん、はい、今年の大きな話題って何かありますか？何があります？話題？あ、でも一番やっぱりすっきりしてるのは、うん、役が明けました。はい、大きいですね。なんか去年までなんかあるってね、気張ってきなきゃいけないじゃないですか。ありますよね。まあ、気をつけるんですけど、やっぱこう抜けたことね、スコーンとね、目覚めもいいですね。あ、はい、そんなに変わるんですね。福田市長はいかがですか？なんですかね、いろいろあります。まあまあ、でもなんといっても今年は、はい、あの平成がいよいよ終わるってことですよね。そうですね。そうなんです、市長、その通りです。はい、今年の5月にですね、変わるんですよ、言語がね。知ってますよ。みんな知ってますよ。言わせて、言いたかった。はい、ということで、ということで今回のテーマがこちらなんです。一斉調査、あなたの思い出に残る平成は。なるほど。はい、ということなんですね。いろいろあるでしょう。そうですね。30年と4ヶ月ありますからね。はい、お三方のね、ちょっと平成の思い出も聞いてみたいんですけれども。いや、いろいろありますよ。あるでしょ。はい、でもまずは街の人の声をお聞きください。はい、まもなく平成が終わるんですけれども、この平成の中で特に印象深かった出来事とかってありますか？あの、出身が岡山で、あ、はい、あの、まあ大震災の影響もちょっと若干あったんですけども、あの東北大震災の時も仙台にいたので被災して、はい、まあ、あの平成はやっぱ震災とかそういう多かったので、そういった意味であのやっぱ震災が多い年だったなとは思ってます。パシモとかスイカとか、あ、はい、電子系の、はいはい、今も食べてますか？はい、今食べます。本当だ、入ってた。昔はやっぱりなかったですよね。あの、オレンジカードとか、はい、プリペイカードでしたよね。ゆとりと呼ばれ続けたこと。あ、そうそう。平成生まれ、まあ、平成生まれで、うん、あ、そっか、ずっと言われ続けてきた。続けてきた。ゆとりだから、ね、まあ、もう自虐みたいになってます。あ、もう自分で言っちゃうみたいなね。そうですね、携帯は、あの、学生の頃に持ち始めたんですけど、うん、はい、もう今やスマホになってしまったっていう。そうですね、ガラケーじゃなくなりましたもんね。そうですね、それでネットに通信できるようになったっていうのは、やっぱ海外のアーティストとかの情報が昔はなくて、雑誌で見てたんですけど、それがそのパソコンで見れるようになり、今やもうネットに携帯でつなげられるので、そうですね、このちっちゃいのでできるようになったっていうのが、なんかどれも、ああそうだなっていう実感がありますね。いや、相当進化してますよね。パソコンなんて本当そうで、僕最初大学生の時買ったやつが本当ずっと固まってましたもん。固まってる時間の方が多かった、浮遊してる時間の方が。今やサクサク Wi-Fi 当たり前っていう時代ですけど、そのネットというところで、携帯電話の普及率という点でいきますと、平成元年は 0.3% だったのが、平成29年には 109.4% ということで、まあ、1人2台持つ時代ということですよね。今は変わりました。何でも出てきますもんね。なんかの話にあったオレンジカードっていうのも何なんでしょうね。何なんでしょうね。オレンジカードなんてもうスーパーカードですよ。プレゼントでもらったら最強に嬉しかった、オレンジカード。だから要はテレホンカードの交通系版みたいな感じね。
なるほど。だから今はねテレホンカードも少なくなってますけども、はい、バスモのだから前の形ですよね。プリペイドカードとしての。あすごい見えない壁みたいな。すごいショック。世代のこのギャップと言いますか。ありますよね。はい、逆にこう皆さんの平成の思い出とかって何かあります？うん、僕平成はやっぱり、まあ、元年は中学生だったんですけど、うん、まあ、そこから大学を卒業してから東京出てきたことですかね。はい、あ写真がありますね。その頃の写真、一番最初に撮ってもらった写真ですかね。東京出てきて千葉で撮りました。これは平成といえば、はい、では上京ということですね、はい、もう負けねえぞっつってずっと眉間にシワ寄せながら歩いてました、ね。はい、都会で戦ってきたんですね、はいはい、大人になりました。福田市長は思い出は。僕平成元年頃は高校生で、はい、アメリカにいましたね。かっこいい。 お写真が。そうなんです。これもうちょっと痩せてるので別人みたいですけど、はい、ちょうどアメリカ連邦議会のワシントン DC の前で撮ってるんですけど、はい、ちょうど僕が政治に目覚め始めた多感な高校生の頃ですね。じゃあこの頃の印象が強くて今こうやって市長やってらっしゃる。そうですね。この時がなかったら僕は絶対に今の仕事してないですね。いやもうまさに平成の思い出ですね。そうですね。高校生の時に成人目覚めるんですか。ちょっと気持ち悪いかも。いやすごいことですよ。すごいことですよね。高校生の時ボーっとしてました。さあ続いてですね、川崎市の平成30年まとめてみました。 VTR ご覧ください。石原セレクト。平成3年、プロ野球ロッテオリオンズの本拠地として熱戦が繰り広げられた川崎球場の様子です。テレビじゃ見れない川崎劇場というフレーズも話題になりました。現在は富士通スタジアム川崎としてアメリカンフットボールの聖地と呼ばれています。髪型とかからでも。いやそうです。そうとかね。東京湾アクアラインが開通、はい、これまで川崎から木更津などの千葉県に行くにはフェリーなどで1時間以上かかっていました。東京湾アクアラインの誕生でおよそ15分で川崎と木更津を結ぶことになり、物流や観光などでとても便利になりました。20年なんですね。もう20年以上前ということですね。川崎駅西口にラゾーナ川崎プラザがオープンしました。JR 川崎駅西口の駅直結の場所にオープンしたショッピングモール、年間の来場者数およそ3800万人以上、日本有数のショッピングモールです。なんか本当今ですよね。12年前なんですね。そうですね。もうそんなに経つんですね。いつも盛り上がってますもんね。いやー、関係ありますよ。駅前ですしね、はい、さあそして、わー、そうか、JR 横須賀線武蔵小杉駅開業、横須賀線や湘南新宿ライン、成田エクスプレスの列車が停車し、品川、東京、渋谷、新宿などの都心へのアクセスが良くなりました。新駅の開業や高層マンションの建設などで住みたい街として一躍注目されました。あの中原区はやっぱり利便性の向上で一気に人口が増えましたよね。そうですね。平成元年当時あの中原区18万人の人口だったんですけども、はい、今25万人なので、なんと 1.4 倍も増えちゃってるんですよね。あ、すごいですね。市内全52校の中学校で完全給食がスタート、はい、薄味でも美味しい味付けや野菜が多く取れる健康給食が提供されています。こちらも本当に大きな話題呼びましたよね。そうですね。あの子どもたち 83% の子どもたちが美味しいって言ってくれてるのと、嬉しいですね。保護者の方も 97% が、はい、給食になってよかったって言ってくれてるので、本当にみんなあの楽しんでね、食べてくれてますので嬉しいですね。お弁当だとなかなかあったかいもの食べれないじゃないですか。そうなんですよね。スープとか出るのは嬉しいですよね。そして栄養も満点と、何より机を囲んでみんなで食べるのもいいですね。そうですよね。さあ簡単に川崎の平成振り返りましたが、はい、いかがでしたか。いろいろありましたね。嬉しいことが多いですね。なんか便利になって、それによってやっぱり人口も増えてるのかもしれないですね。確かに利便性の向上は本当にもうどん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 進化してましたもんね。電車に道路に ね、それによってやっぱ、ね、ラゾーナなんかのその楽しい施設もできますし、そうすると人が集まりますよね。さあ続いてですね、はい、まずこちらご覧ください。
実はですね、川崎市はこの平成30年間で人口がおよそ37万人も増加しているんですそしてこちら2030年、はい、158万7千人まで増加すると見込まれてるんですね。逃げ方上がりできて、うん、さらにまだこれから増加する予想、ね、ですね。この30年間で、はい、37万人というと、はい、長野市とか、はい、和歌山市っていうのは大体同じ規模なんですけども、はい、ですから平成の時代に自治体1個できちゃったっていうぐらいの人口が増えたっていうことなんですね。すごい伸びですよね。すごいですね。続々と皆さん住んでるんですね、うん、川崎に、ね、どこに住んでんだみんな川崎市内ですよ。一つは実績しちゃってるわけでしょ。すごいな、まあ、その人口増加はね嬉しいお話ではあるんですけれども、はい、その一方で、まあ、日本全体の、ね、話ではあるんですけれども、はい、人口減少ですとか少子高齢化っていうのはこれから問題ですよね。うそうですね、うん、まあ、あの平均寿命すごく日本全国でも伸びてるんですけども、はい、川崎もですね、こうやって見ていただくと麻生区と宮前区、はい、7区中2区はですね全国のベスト10の中に入ってるっていう嬉しい、男女共に、そうですね、素晴らしいことですよね。ね、嬉しいことです、はい、お元気な方が多いということですもんね。そうですね。でもこちらね平均寿命もどんどん伸びて、うん、これから高齢化というのはますます、うん、進みますよね。はい、これ出てますけどもね、はい、65歳以上の人口が 21% を超えると、うん、超高齢社会っていうふうに定義づけられるんですけども、はい、それがいよいよ川崎も来るということで、はい、来年なんです。2020年で来年、そうなんです。神奈川県では一番遅いんですけども、はい、いよいよ来るということですね。でこれ2050年になるともう3人に1人が65歳以上ということになって、30年後にはもう、そうなんです。だから、まあ、65歳で問題というよりか65歳が今すごい元気ですから、はい、それなんですけど、うん、それでも3人に1人っていうとちょっとびっくりしますよね。そうですね。なんか平成元年に言われたことがついに現実になるということですよね。そういうことですね。うわ、またどんどん変わりそうですね、うん、街づくりという観点でもね、うん、そうですね。ですから本当に超高齢社会でも、はい、持続的に住み続けられる街っていうものをやっていかないといけないなって、はい、もう道路の作り方もそうですし、はい、ね、家の作り方もみんな変わってくるというふうに思いますね、はい、これから随分変わるということですよね、まあ、新しい時代になっていきますが、この川崎市の未来というのはどうなっていくんでしょうね。そうですね、あれですね、川崎って本当にピンチだとか、はい、課題をチャンスに変えてきたし、はい、成長に変えてきたってそういう町の歴史があるんで、はい、この超高齢社会もですね、これを世界で一番早く取り組むわけですから、はい、日本があるいは川崎市がそのモデルを作るよっていう前向きなチャレンジを、これから市民の皆さんと一緒にやっていきたいなというふうに思ってますね。川崎で成功してから世界でもいけるよと、そうです、モデルになると、楽しみですね、はい、福田市長ありがとうございました。ありがとうございました。さあ続いてはプレゼントです。今回は川崎スポーツパートナーである富士通フロンティアーズのマフラータオルとキーホルダーをセットにして3人の方にプレゼントします。はい、ご希望の方は3月9日土曜日までにご覧の宛先までご応募ください。はい、番組ホームページからメールでも受け付けています。はい、ということで本日は福田市長をお招きしまして、はい、川崎の平成の30年を振り返ってきましたが、はい、いろんなことが改めて見るとありましたね。15分で30年を振り返っちゃうんですね。特番でやりたかったですよ、これは本当にいろんなことを喋りたかったです僕も濃縮でしたけど、まあ、それぞれ新しい元号を迎えて新しい時代がそれぞれも前向きに、ね、うん、そうですね、なっていくよ、どんどん進化ということでね、これからも楽しみですね。はい、そうですね、はい、ラブ川崎、また来週です。バイバイ。